吉さん、バカのバということですけども何んですかねなんか人をバカって言うとお前がバカだみたいなねそんな言葉の掛け合いが幼い頃あったような気がしますけどもこれ今考えてみると人人をバババカカカにににししているるからバカにした人はバカにななんんだろううと思うんですよでこれはね逆から考えてみるとよくわかるんですけどもあの例えばね目の前に人が来ました。 その人がバカな振る舞いをしようがどうしようがその人に向かってバカって言うんじゃなくてねこの目の前の人から自分は何を学べるかなっていうふうにじーっと観察すると賢くなるんじゃないかなと思うんですよ。で私は吉谷さんはこの情報ビジネスの中でね、えー、こうすごくシンプルなことしかやってないんですよね。一つ集客する一つ商品作る一つ整列するこの3つなんですよ。たったこの3つしかやってないんですよ。 この三つをずっと繰り返してるんですよね。だから、コツコツと何をやってるのって言ったら、この三つを繰り返してるだけなんですよ。集客を繰り返すためにいろんな動画を出している。商品を動画で作るために、まあ、講義の撮影をしたりね、それなりに価値のあると思われる動画を作ってみるとか、世の中に求められているような情報をまとめてみる。伝わりやすく伝えてみるってことですよね。それから、 自分の作った商品の紹介を自分で集めたリストに対してしてみる YouTube だったら視聴者さんにしてみると再生数はご覧のように50とか100とかねっていうことはその50とか100の人に対してしかセールスっていうのは効かないんですよでもちゃんと商品は売れるんですよね自分の生活を支えていくに余るぐらいにだから有名 YouTuber で再生回数がね100万回とか200万回っていうのを手にすると あっあっという間に億万長者だなっていうのが分かります、ねまあ例えば動画を出すたんびに100万再生するような立場になったら一発商品売って今の1000倍ぐらい売上立つんですよね今ですら月間で、まあ、数百万っていうね100万とか200万まあ100万でいいですよ月間で100万の売り上げが立つ時にそれが1000倍になってくるといくらになるかなと思ったらねこれは金持ちになる方法っていうのはものすごく私たちの近くにあるってことがわかると思うんですよ。 うんだからね富豪になる道ってもはや雲の上ではなくって同じ地上の同じ目線のところにあるってことなんですよね。うん、まあそういうことじゃないですかね富豪への道。言いってらっしゃい。